やまた。ヤマタグループ公式チャンネルをご覧の皆様、いつもご視聴ありがとうございます。ヤマタ不動産ラボの下田雄大と申します。今回は鳥取市安永にある分譲地安永テラスから LA ボックスモデルを紹介します。よろしくお願いします。皆様こんにちは、進行役の川本です。今回は鳥取市安永にある分譲地安永テラスから LA ボックスの新しいお家をご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。下田さん、 LA ボックスのコンセプトは何ですか？お手軽なのに性能がいいお家となっております。新築を諦められた方でも手の届きやすい価格帯となっております。また性能面では耐震等級は最高となっております。さらに長期有料住宅の基準のお家となっております。中古物件よりも新しい物件の方が良いという方に向けた新築住宅、今回も楽しみですね。ヤマタグループ公式チャンネルではモデルハウス、お客様のお家のルームツアーやデザイナーズアパート、社員紹介など様々な動画を公開しています。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。さて下田さん、今回のお家のコンセプトは何ですか？大人カジュアルなお家となっております。外壁はキエミューの光セラのサイディングを使用しております。また光触媒が施されていて、日光が当たることで汚れが浮き上がって、それを雨が流すことで汚れが落ちます。外観は黒と木を採用しており、落ち着いた雰囲気を演出しています。クロスや建具はシンプルな無彩色を採用しています。リラックスできるソファーやダイニングテーブルなど、くつろぎの空間を演出します。お客様好みのアートや観葉植物などアクセントで配置されると、空間に個性と温かみが出ますね。リラックスした雰囲気とスタイリッシュなデザインを合わせた空間となっています。シックな外観にナチュラルな内観、住む方の好みに合わせてコーディネートしやすいお家ですね。こちらのお家の間取りを教えてください。こちらのお家ですけども、リビングが14畳、あと2階に寝室が8畳、あとお子様の部屋が5畳が2部屋ありまして、 3LDK となっております。まずはこちらがリビングとなっておりまして、まずこちらで座っていただいてテレビなどが見れるスペースとなっております。続きましてこちらがダイニングですね。続きましてこちらがキッチンです。LA ボックスの標準装備のキッチンはリクシル、TOTO、タカラの3つから選びまして、今回はリクシルさんのキッチンを採用しております。こちらのお家は全部オール電化となっておりますので、こちらは IH を採用しております。食洗機があることで家事の時短につながるかなと思います。こちらのスペースにカップボードが置けるスペースとなっております。続きましてこちらですね、こちらご覧になって分かる通り日差しがかなり気持ちいい具合になってますけども、方角が南向きになっておりますので、かなり日光の気持ちのいい空間となっております。お手入れがしやすい IH、 食洗機も標準装備なのは嬉しいポイントですね。キッチンの幅もゆとりがあって、カップボードも余裕で置けそうです。たっぷりの光が降り注ぐリビング、窓辺でハーブや観葉植物を育てるのもいいですね。続いて水回りを見せてください。はい、リビングのすぐのところにトイレと浴室と脱衣所があります。こちら奥が浴室となっておりまして、こちらが、脱衣所ですね。住まい干しがついておりまして、こちらで、服を干すことができます。で続きましてこちらがトイレになっておりまして、リビングは全体的に白基調の壁となっておりましたが、こちらはグレーの壁を採用しておりまして、落ち着いた雰囲気を演出しております。手洗いが習慣化されてきたこの頃、洗面と脱衣スペースが独立しているので、冷却時に手が洗いたい時でも慌てなくて済みますね。はい、続いては2階のお部屋をご紹介いたします。まずリビング階段を上がっていきましょう。はい、まず2階なんですけども、お部屋が3部屋、ありまして、あとそれに加えてこちら収納スペースが、確保されております。あとですね、2階にもこちらトイレが
装備されております。ではまずですね、初寝室から見ていきましょう。はい、こちらの寝室ですが、14畳の広さとなっておりまして、方角は南向きとなっております。まず一つ目のポイントなんですけども、こちらをご覧ください。まあ、こちらクローゼットがありまして、まあ、開いていただくとかなり多くの収納ができます。でこちらがですね、スライドが左右結構自由に行けますので、ここの間口がかなり広いので、例えばこっちからキャリーケースを運んでいただいて、もうこのまま置いていただいたりとか、あとお洋服が好きな方はかなり多くのお洋服を収納できるので、こちらは便利かなと思います。こちらはちょっとした書斎スペースとなっておりまして、例えばこちらでお仕事パソコンをしていただいたりとか、あと女性の方がお化粧をしたりするスペースとなっております。続いてこちらになります。こちらがですね、約5畳分の広さの部屋となっておりまして、例えばお子様の部屋としてもご利用できるかなと思います。クローゼットが装備されておりまして、お洋服を収納できるスペースとなっております。続きましてこちらですね。こちらもですね、先ほどの部屋と同様に約5畳分のスペースの部屋となっておりまして、クローゼットが装備されておりまして、洋服が収納できるスペースとなっております。リビング階段に独立した収納スペース、さらに2階トイレなど、お客様に人気の高い間取りが採用されていて、ご夫婦とお子様2人の4人家族にはぴったりな家ですね。下田さん、こちらの物件のおすすめポイントを教えてください。ポイントが3つございます。まず1つ目が、家具とカーテンがお家に一緒についてきます。こちらのカーテンは全部の部屋に標準で装備されております。こちらがダイニングスペースとなっておりまして、こちらがリビングスペースですね。ソファーと、あとラグ、テレビボードも標準でついてきます。ですのでお家のデザインに悩むことなく、簡単に素敵な空間を作ることができます。そうは言ってもですね、伝えきれないので、ぜひモデルハウスへご来場ください。はい、2つ目はですね、なんといっても立地が良いところです。安永テラスは近隣に商業施設がたくさん集まります。まずスーパーマーケット、ドラッグストア、レストラン、ホームセンター、リサイクルショップ、アパレルショップ、ファミレス、あと自動車販売、開放倉庫、ユニクロ、モスバーガー、餃子の王将、エディオンとですね、かなり充実した商業施設がありますので、こちらの家に住んでいただくと、近隣の買い物だったりとか、遊ぶときには困らずに生活ができるかなと思います。3つ目がですね、カーポートが標準でついているのと、駐車スペースが2台分確保されています。まあ、カーポートがついていますので、雪の日だけではなくて、現在のように暑い日差しの時にも車を守ってくれる装備となっております。わー、カーポート付きなんてとっても魅力的ですね。鳥取県東部に位置する鳥取市は県内でも豪雪地域に指定されています。こちらのカーポートは積雪1メートル積もっても大丈夫なものを採用しています。下田さん、物件紹介ありがとうございました。 LA ボックスはお手頃価格で性能の良いお家とのことですが、こちらのお家の価格を教えてください。物件価格は、動画概要欄の、大和不動産ラボホームページでご覧いただけます。この物件規模と、立地ではお求めやすい価格ですので、ぜひチェックしてください。なるほど、他にも物件のアピールポイントはありますか？はい、まず2つあります。LA ボックスは省廉準耐火構造となっておりますので、毎月の支払いの火災保険がお得になっております。で、他の不動産会社さんは仲介手数料があるのですが、大和不動産ラボの場合、グループ会社で保有している物件なので仲介手数料が不要となっております。では最後に LA ボックスからご案内をお願いします。はい、現在 LA ボックスでは3つのモデルハウスを公開しております。ご予約いただければいつでも見学可能となっております。ぜひホームページからご予約もしくはご来店お待ちしております。本日はありがとうございました。下田さん、ありがとうございました。大和不動産ラボでは3つのモデルハウス以外にも、土地、中古戸建て、新築戸建て、アパート、マンションなど様々な物件をご紹介しています。ぜひお問い合わせご来店ください。それでは私もこの辺で、次回12月頃またお会いしましょう。